キエーティは、イタリア共和国、アブルッツォ州にある都市で、その周辺地域を含む、人口約5万千人の基礎自治体。キエーティ県の県都である。16世紀、戦国時代の日本を訪れた、イエズス会宣教師、バリニャーノの出身地である。チエチは、クジティあるいは、クジェティと発音される。日本語文献では、キエーティのほか、キエティとも記される。 キエイティ県最北部に位置し、北にペスカーラ県と境界を接する。ペスカーラから南南東へ約1 3トル、県第二の都市ランチャーノから北西へ約2 4トル、州都ラクイラから東へ約6 3トル、州都ローマから東北東へ約1 4 9キロメートルの距離にある。キエイティ県外略図隣接コムーネ隣接するコムーネは、 以下の通り、ポリエチレンは、ペスカーラ県所属。ペスカーラ川の下流右岸に位置し、北へ15キロほどで、アドリア海に至る。マジェラやグランサッソ D イタリアといった山を背後に、控えている。キエーティの都市は、旧市街地と新市街地からなる。旧市街地は、丘陵上にあり、キエーティアルタと呼ばれる。ペスカーラ川沿いの低地には新市街地が広がり、キエーティスカロと呼ばれる。 郊外には、地域北東部にフォンテキアーロ・ダカーポやクローチェフィッソ、南西部にカゾーネ、デルトラトゥーロやブレッチャローラなどの集落がある。古代、この町は、高戦的なマルチーニ人の拠点であり、手当テと呼ばれた。古代イギリシャの地理学者ストラボンによれば、この都市はもともとアルカデア人によって作られ、手ゲ当テと呼ばれていたという。マルチーニ人は、ローマに敗北し、 その後は、その忠実な同盟者となった。同盟市戦争後は、ローマ共和国の市民権を獲得した。ローマ帝国時代には6万の人口を数えた。西ローマ帝国が崩壊すると、都市は西ゴート人やヘルリ人による破壊を受けた。その後、ランゴバルド王国の総督の所在地となった。フランク王国のピピン賛成によって破壊を受けた後、 ベネベント広告の報道となった。ノルマン人の南イタリア支配の下キエーティは政治的、経済的な重要性をいくらか取り戻した。17世紀には対抗宗教改革の飛行の下で文化的、建築的な繁栄を迎えたが、1656年の薬病の流行で打撃を受けることになる。18世紀には町にはいくつかの学校が設立された。 ナポレオン戦争中の1806年、フランス人の手によって要塞化が行われた。1860年、イタリア王国の一部となった。第二次世界大戦中の気テ地は、ローマ同様に無防備都市を宣言したため連合軍による爆撃を受けず、周辺の町村から避難民が集まった。ドイツ軍が撤退した翌日の1944年6月4日に、 連合軍が入場した。キエイティには以下の分離集落がある。サンジュスティーノ大聖堂の首脳ありがとうございます。